ロアノークの1ミルマウンテンスターから見たロアノーク市街、夜景。ロアノークはアメリカ合衆国バージニア州のほぼ中央に位置する独立都市である。アパラジア山脈の一部をなすブルーリッジ山脈中に位置する。ロアノークを中心とするロアノーク都市圏の人口は288,309人である。ロアノークは古くはビッグ、リックと呼ばれた。愛称は スターシティ。ロアノークは、この地に潜入するアルゴンキン語族インディアンの言葉で、海のお金という意味。ミルマウンテンスタースターシティという愛称は、1949年に作られたミルマウンテンスターという世界で2番目に大きい星型のイルミネーションにちなむものである。テキサス州にある世界最大の星型のイルミネーションは地面に水平に設けられているので、 ミル・マウンテンスターは世界最大の起立した星型のイルミネーションということになる。ロアノークはいくつかの芸術、文化、歴史の本拠地である。センター・イン・ザ・スクエアは1983年12月9日、ロアノークのダウンタウンの施設市場近くに地域活性化の一環として開館した。このセンターには地域の歴史的展示物や で工芸品などを展示したり一般から専門家まで幅広く利用できる図書館を含むバージニア西部歴史博物館を有している。またさらにバージニア西部科学博物館ホップキンスプラネタリウムも含まれる。科学博物館には PBS のスラッシュコールマンのスペシャル番組ザネオンマンミエで特集された地元のマーク・ジャミソンの 業績に焦点を当てたネオンサイン装置が常設されている。以前センターインザスクエアに含まれていたターブマン美術館は移転された。この美術館は19世紀から20世紀のアメリカの美術品、近現代の美術品、装飾芸術及び紙媒体の芸術を特徴とし、地域及び国の重要な展示物を公開している。75000平方フィートの新しい会場は、 フランク・ゲーリーの下で働いたことがあり、ロサンゼルスを拠点に活動するランドール・スタウトにより設計された。2008年11月8日に開館した。施設のデザインは、鋭い角度を特徴とし、既存の建物とあまりに異なるため、大胆でロアノークをリフレッシュさせたという賛成派と、独特で奇抜であるという反対派に分かれた。また多くのロアノークの芸術組織が、 金融問題に差し掛かったとき、建設費について寄付された。アドバンスオートパーツを設立した、ターブマン家は1520万ドルを寄付した。そのため美術館は、ターブマン美術館と名称を変更した。バージニア交通博物館は、ノーフォークウエスタン611や、ノーフォークウエスタン1218の蒸気、機関車を含むロアノーク製造の多くの機関車や、 他の鉄道車両を有している。また、航空、自動車、バスなども展示されている。ロアノークの名所であり、以前の鉄道駅が主催するオーヘンリー・リンク、博物館は2004年から、オーヘンリー・リンクの蒸気機関車の時代の後期の鉄道写真を公開した。ハリソン・ミュージアム・オブ・アフリカン・アメリカン・カルチャーは、ロアノークのアフリカン・アメリカンの地域社会の歴史や文化を展示しており、 ドアノークのゲインズボロの以前学校だった場所に位置する。メジャーケンプゲインズが創設したゲインズボロは1835年タウンシップを請願し、分けられた。ハリソンミュージアムはバージニア西部美術館が移転した後センターインザスクエアに移転する予定である。地方劇場であるミルマウンテンシアターはセンターインザスクエアの1階にある。 その名の通り当初シアターは1964年から1976年に火災で消失するまでミルマウンテンにあった。劇場には大規模な公演のためのメインステージとその他のライブイベントと共により斬新でより実験的な公演を行うウォールドロンステージと呼ばれる小規模な実験劇場がある。最も有名なイベントは年に一度の脚本の新作のフェスティバルと 毎週金曜日夜11時にオリジナル5分以内物、人、場所及び法律など何も壊さなければどんなパフォーマンスでも構わないノーシェイムシアターがある。ミルマウンテンシアターは以前ダウンタウンのホテルであった場所にアトリエがある。シアターは負債を抱え寄付金が十分に集まらず現在閉鎖中であるがアニージュニアの公園で2009年12月に再開する。 ロアノーク市民センターのホールと現在、ロアノークパフォーミングアーツシアターとして知られている。改築された劇場は、コンサート、ブロードウェイ劇場公演、ミスバージニアページェントなど他のイベントを行う。最初の常設の芸術作品は、パーセントフォーアートの基金で劇場の前に立っている。2008年に公表された30フィートの ステンレス校長国のインマイハンズは100以上の作品があるパブリックアートカタログの一つでボルチモアのアーティストであるロドニー・キャロルの作品である2001年5月にジェファーソンセンターにオープンしたシャフトマンパフォーマンスホールはロアノークのパフォーミングアートの象徴となるシャフトマンホールでは秋から春のコンサートやその他のパフォーマンスだけでなく その他のエンターテイメントイベントや講義なども行われる。ジェファーソンセンターは以前ロアノークのジェファーソン高校であり、現在は文化団体のためにオフィスと表示スペースを所有する。2006年11月に旧デュマホテルは芸術的文化的発達のためにデュマセンターとして再開した。ホテルはファーストストリート NW に位置する。ロアノーク中心部から 鉄道の線路の向こうに位置しており、ヘンリー・ストリートは人種差別止以前のロアノークのアフリカ系、アメリカ人コミュニティの商業的、文化的な中心地であった。ルイ・アームストロング、エセル・ウォーターズ、カウント・ベーシー、デューク・エリントン、ナット・キング・コール・ロアノークで公演を行った際、デューマホテルが使用された。改装されたデューマセンターは180席以上のホール、 ダウンタウンミュージック・クラボというレコーディングスタジオ、10代への音楽教育センター、デュマドラマ・ギルド、オペラ・ロアノークの事務所を所有する。ロアノーク・シンホニー・オーケストラは、シャフトマン・ホール、セーラム市民センター、ロアノーク市民センターで講演を行う。現在の指揮者、デイビッド・ワイリーと彼の前任者、ビクトリア・ボンドは、ロアノーク・シンホニー・オーケストラを全国区にした。 ロアノーク南西のグランディンビレッジのグランディンシアターは定期的にアート系映画、家族向け映画、大衆映画を上映する。1976年から1983年、グランディンシアターはミルマウンテンシアターの本拠地であった。バージニアウエスタンコミュニティカレッジのホイットマンホールで公演を行うバージニアウエスタンシアターはオリジナル作品を上演すること。 1968年から劇場作品を上演していることで知られている。ロアの奥には1951年からショータイマーズ、コミュニティシアターがある。2007年、スターシティ、プレイハウスは、ウィリアムソンロードに面した劇場で公演を開始した。ありがとうございます。